はい、どうもこんにちは、寺井です。山内さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まあ、本日はですね、実績者対談というところで山内さん、一緒にお話しさせていただけたらと思いますので、ぜひ山内さん、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。山内さんも今3ヶ月目が本当今日終わったっていうところですよね。あ、はい、ちょうど今日ですね。はい、3ヶ月コンサルさせていただいて、で3ヶ月目、このコンサルティング全体通して非常に素晴らしい結果が出てきたので、そこら辺含めてですね、はい、インタビューさせていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。でちょっとお名前は今申し上げさせていただいたところなんですけども、山下さんの方から自己紹介の方、初めての方に向けてしていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さんはじめまして、寺井さんのもとで3ヶ月コンサルの方を受けさせていただきました山内と申します。よろしくお願いします。年齢の方が37歳で、はい、結婚してまして子供2人います。今はその自分の方では法人の方を一つ、投資会社で持ってまして、でさらに、国内物販個人事業の方でもやっておりまして、まあ、その今回から新しくですねバイマの方縁がありまして、寺井さんの方に指導いただいているという形になります。本日はよろしくお願いします。はい、自己紹介の方ありがとうございました。山下さん、お住まいはどちらになりましたっけ。愛知県ですね。愛知県ですよね。ちょっと名古屋に 3,40 分ぐらいっていうところです。うん、なるほどなるほど。でまあそちらでこのバイマ、頑張って、その今いらっしゃる部屋から頑張っていただいているような形ですかね。あ、そうです。はい、ありがとうございます。ちょっと今自己紹介いただきましてありがとうございます。で、今回の、実績っていうところも伺えたらなと思うんですけれども、そちら、聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、まず1ヶ月目は最終日に奇跡的に、1品売れまして、そこで1万5000円の利益からスタートしました。で2ヶ月目は4品売れて、そこでだいたい7万円ぐらい、で3ヶ月目はいろいろあったんですけど、最終日も売れまして、最終45万円の利益でコンサル期間終了という形になりました。おめでとうございます。いや、もう素晴らしいですね、本当に。45万円3ヶ月目で、いやもう稼いだっていうところは本当に素晴らしいとこかなと思うんですけども、ちょっとね、経緯っていうところも、お話しいただきありがとうございます。いやいやいや、まあ、その中で内容も深掘りしていけたらと思うんですけども、どうですか、ね、はい、高値売りの事案というか、そのあたりはありますでしょうか。その高値売り、もう本当に高値売りだったんですけど、うん、その寺井さんのコンサル、まあ、すごく優しいなと思って、有在庫 の,売れる商品っていうのをピンポイントで教えていただけるじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、そこで普通のところだったら基本的にはやっぱり条件とかそういったものを多分教えてくれるぐらいかなと思うんですけど、うんうんうん、そういったところで寺井さんは、売れる商品ピンポイントで教えてくれてたので、もちろんその教えていただいた商品も売れましたし、さらに言うと、その売れる商品から深掘ってじゃないんですけど、これなんで売れてるんだろうかっていうのを、リサーチとかをしてって、結局それに似たような条件のものを、仕入れたりして今回売れたっていうのもあったので、やっぱりその答えを教えていただいた部分が一番でかくて、答え合わせが自信持ってできたっていうのが高値売りができた一番のビッグポイントかなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、もう高値売り、どれぐらい出ちゃいました、何がどれいくらぐらいで仕入れてどれぐらいで売れましたみたいな言っちゃうと、ちょっと商品売ったアカウントかなってちょっと赤バレしちゃう可能性があるかもしれないんで、ちょっとそこら辺は、はい、割愛させていただけたらと思うんですけれども、まあ、本当に本当すごい高値売りもできて、で45万っていう素晴らしい結果出たというふうに思いますので、いやでも教えさせていただくことっていうのは、本当僕はできるんですけども、本当に行動を起こしていただくのはもう皆さん自身なので、もうそこはもうやっていただいた山内さんの功績かなと思いますので、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当におかげさまですね。はい、ぜひもう今後も、そちら取り入れてね、安定的に回していっていただけたらなと思うんですけれども、高値売りってところもお話伺うことができました。話題変えさせていただけたらと思うんですが、そもそもというところなのかもしれないんですけども、このバイマを始めた理由、はい、こちら、伺うことできますでしょうか。そうですね、冒頭にも言ってたんですけど、やっぱり収入の柱を増やしたかったっていうのが一番、大きなところで、
というのもやっぱり1年半前まで会社員の方やってたんですけど、うんうんうん、そこで会社員時代の時に自分の今投資会社、まあ、その時は、まだ、まあ、会社ではないんですけど、まあ、それだったり、またはその Amazon 物販やってみたりっていう部分で本業以外の収入も作ってたんですよ、うんうん、っていうのも、まあ、やっぱり上司の言うこととかは、まあ、絶対みたいなのもあって自分がちょっとそれ違うんじゃないかなと思ったこともひれ伏してじゃないんですけど、まあ、なんかこびてっていうか、うん、あ、分かりましたやりますみたいな、なんかそう言ってる自分とかがすごく嫌だったなっていうのもあって、なんかもっと自分らしく生きていくっていう部分で、うん、はい、やっぱりその自分でお金を生み出すっていうことができれば自分らしくない形でっていう風に生きていかなくてよくなるので、うんうん、まあ、そこの部分で実際最終本業の収入を副業の方で上回ってきたので、うんうん、まあ、ここがチャンスだなと思って、まあ、辞めたんですけど、なるほど。それと同時に空いた時間で何しようかなと思った時にやっぱバイマってなんかすごくキラキラしてるイメージがあったので、うん、なるほどなるほど、ここを一本の柱にしたいなと思ってチャレンジしました。なるほどなるほど。だからまあ会社を辞められる時っていうのはその投資だったりとかその国内物販がある程度安定してたから辞めたということですよね。まあ、そうですね、うんうん、まあ、準備してきたというか、はい、なるほどなるほど。もう着々と計画を遂行してもう準備を整えて副業の方が本業を上回って辞めてったっていう流れですよね、そこはね。そうですね、まあ、時間すごいかかったんですけど、なるほどなるほど。そこでまあ収益を出していってた状況かなと思うんですけども、辞めた後ですね、ここはアマゾンとか投資とかは安定はしてたんですか、はい、そこは。そうですね、もう基本的にはその投資のビジネスは自然エネルギーとかそういったものが中心だったので、うんうん、まあ、天候には左右されるんですけど、まあ、1年間通してみたら、まあ、大体毎年同じぐらいの収入っていうのがあって。なるほどですね、うん、なるほどなるほど。まあ、そちらを、まあ、ある程度そこは収益があったけれども、まあ、プラスアルファ、このバイマってところを1個プラスのその収入の柱にしたかったという中で今回チャレンジしていただいたという形ですかね。そうですね、まあ、本当に収入の柱と、まあ、なんといってもやっぱキラキラ感がすごかったです。キラキラ感が、ね、あるということですよね。確かにハイブランド、そのヴィトンだの、シャネルだの、エルメスだのってもやっぱそのキラキラ感がねイメージとして、常にね、ついているような、ものなのかなとは思うんですけども、そういったイメージもあってやってみたいなということですよね。そうですね、空いた時間でもうちょっとここはやろうと決めました。はい、バイマを始めた理由というところをね、お伺いすることができました。で、まあ、続きましてという項目なんですけども、このバイマのコンサルティング受けてみてどうだったか、まあ、このね、バイマ実際チャレンジして大変だったか、このコンサルティングがどうだったかというところを含めてお伺いできたらと思うんですけども、そちらの方聞かせていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、このコンサルを受けて、まあ、思ったことというか、まあ、実際あれなんですよね、このコンサルを受ける前にちょっと別のコンサルの方の指導を受けてスタートしてたんですけど、まあ、ちょっとそこと比べてじゃないんですけど、やっぱり寺井さん の, 指導がすごかったなっていうのが、まあ、一番でかいんですけど、もう他の寺井さんの動画に出てるその実績者の方々がみんな言ってたことが本当だったなっていうのがあって、まあ、やっぱりレスポンスがもうスーパー高速レスポンスっていうのと、はい、電話で話ができるっていうのがでかいなと。その前に受けてたコンサルの方では電話は一切なしだったんですよ、うんうんうん、全部そのテキストでのやり取りだったんですけど、うん、その返信が来るのが1日後とか、まあ、場合によっては 2,3 日後とか、うん、そういった形でなかなか進まなかったんですよね、うん、でやってるうちにちょっとこれは結果出ないなっていうことで思い切ってやめて、で寺井さんの方に移ったんですけど、はい、なんでそこら辺の部分が一番でかくて、でさらに的確だったんですよね。その寺井さんがこういうことやったらアクセス伸びるよとか、それこそこういうことやったら売れるよっていうものがやったらその結果になっていくので、うんうん、すごい自信に
はい、もうちょっと言うこと聞いてればいいやっていう、もうちょっと言い方あれですけど。ありがとうございます。あれですね、はい、もうやっぱりでも山内さんもそうやって考えて、まあ、有在庫、まあ、これは売れるよってことは、もしかしたらこっちも売れるんじゃないかな、で当たったって案件もあったって、最後さっきお話あったかなと思うんですけども、そういった形でやっぱ考えて行動した結果、ね、結びついてきた部分っていうのもあると思いますので、本当やっぱり努力されたんだろうなというふうに思うんですけども、お褒めいただきありがとうございます。いやいや、本当に感謝しています。とんでもないです。まあ、そんな中でちょっと、コンサルティング受けた感想ってとこ伺えたかなと思うんですけれども、まあ、コンサル期間、まあ、ちょっと、まあ、そのご指導させていただいて取り組んできたって中で、まあ、あのうまくいったこともあれば、もしかしたらうまくいかなかったことももしかしたらあったかなと思うんですけども、はい、その中でなんか頑張ったこと、はい、これ大変だったことっていうのは、まあ、リアルなところであったりしますでしょうか。まあ、大変だったことで言うと、まあ、なんといってもそのやっぱ1ヶ月目が大変でしたっていうのも、そう、寺井さんが今週はこういうことをしましょう、来週はこういうことをしましょうみたいなのを教えてくれてたじゃないですか。で、まあ、それをやっていく中でやっぱりその初めてやることが多かったので、うん、まあ、最初はすごい時間かかったんですよね。はいはいはい、慣れてないんでどうしても頭使ってなんかすごい疲れるし、大丈夫かなっていうのもあったんですけど、まあ、結局それが、まあ、悪かったようで良かったんですけど、結局それをやったことによって、まあ、その2ヶ月目3ヶ月目っていうのはその自分の実動がほぼって言っちゃあれですけど、ほとんどなく1ヶ月目のようにちょっと寝る間も惜しんでやってたあの感じが全くなく、外注さんがなんかこうほとんどやってくれるような、なんかそんな展開に持ってけてたので、もう本当に1ヶ月目の辛さを乗り越えたら、うんうん、2、3ヶ月目天国とまでは言わないんですけど本当に良かったことになりました。なるほどですね。まあ1ヶ月目がね、本当今一番辛かった期間ですよね。一番辛いですよね、本当1ヶ月目がね。そうですね、うん、一番初めその自分でアカウント作り込みして出品したらもう外注化に入っていくんで、もうそこでもう雇ったことがないっていう中で、この雇っていくってところは、そんなことやったことないけどって中で、そうですね、新しいことばかりの連続だったかなと思うんですけども、でもどうですか、なんか今海外買い付けパートナーとか出品パートナーとかいろいろ雇ってる中だと思うんですけども、そこら辺実際やってみてどうでしたか。まあ、寺井さんがこう身をもって教えてくれてるんじゃないですけど、もうなんかもうレスポンス早く返してあげたり、電話でその分からないこととかすぐ答えてられあげたりとかすると、すごいこう喜んでもらえて、なんか関係が良くなるんですよね。で、関係が良くなっていい情報もくれますし、そういった部分でしっかり頑張ってくれるようになったりとか、そういうのが、はい、ありましたね。なるほどですね。でももう相手もやっぱ生身の人間なので、やっぱそういった心通わせることが、そういうコミュニケーションできれば相手も信頼して自分についてきてくれるっていう感じですよね、うん、ここはね。そうですね、本当に。でもそれができて、後々っていうか、もう本当に 2,3 ヶ月目なんです、すぐなんですけど、うん、確かに楽になるという、楽になりますよね、はい、確かにね。まあ、分かりました。そうか、まあその1ヶ月目大変っていうところで、まあ、いろんな知識が凝縮されたような期間だったかなと思うんですけども、しかもまあ売れないですしね、1ヶ月目ね、そうそう、実績がないところでまたちょっとストレスにはなります、うん、はい、ですよね。それがもう大きな歯車、まあ、に最終的にはなってって、もう3ヶ月目で45万円っていう、はい、もうとんでもない素晴らしい結果になってったっていうところだと思いますので、本当に確実に積み上げられたのかなと思うんですけども、はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、今ねコンサル期間頑張っていただいたこと、お話していただいたかなと思うんですけれども、はい、まあ、後半になってきたんですが、はい、今後の展望ってところもお話伺うことできますでしょうか。はい、倍まで、はい、実績3ヶ月で45万円出ましたと。じゃあまあこれから、はい、まあ、どういうふうにしていこうかなっていうビジョンあればお伺いできたらと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい、今後のビジョンとしては、いろんな方すごい目標があったりとかして素晴らしいなと思うんですけど、僕自身は今こうやってなんかこう お金の稼ぎ方が分かったりとか、なんかこう自分で稼いでるなっていうなんか実感があることがすごい楽しくて、今の段階だと、まあ、もちろんなんですけど、バイマもまだなんかこう細い柱なんですけど、まあ、そこの柱をまずは太くしてって、まあ、今ある投資会社だったり国内物販の方も同時に
3本とりあえず太くしてって、うん、いずれこうタイミングが来ると思うんですよ。こういうことがやりたいなっていうのが、確かに確かに、なんかそう来た時にすぐに、うん、迷わず飛び込めるような、うんうん、なんかこう資金力というか、はい、まあ、そういったものができるように今のこのお金稼ぐっていうのを楽しみたいなっていうのが一番、うん、でかいですね。あ、なるほどなるほど。もう今の現状も最大化していくっていうような形ですよね。はい、そうですね、うんうん、一端としては、はい、なるほどなるほど。お金でやっぱり諦めたくないってところは実際あるのかなと思うんですよね、人生で。はい、そうですね。それでまあそこにまあ何か自分が興味があるものが出てきた時にそれで諦めないように自分は今そのできることを最大化してやっていくっていうことは非常に重要かなと思うんで、まあ、もうぜひこの倍まで稼ぐ力得ていただいたかなと思うんで、まあ、伸ばしていっていただいて、もう今度はあれですね、もう月収100万が倍までは目標になってきますね、今後はね。はい、もうそこは、はい、頑張って来年乗り越えたいと思います。そうですね、ありがとうございます。もう本当にそういった例えばその山内さんが今後やりたいことこれ見つけたってなってそれでもうチャレンジしていくっていう姿とかも僕もなんか興味あったりするので、またいろいろ今後ですね、はい、この期間終了しますけど書かれたら嬉しく思いますので、はい、今後ともよろしくお願いできたらと思います。はい、はい、こちらこそお願いします。ありがとうございます。でちょっと最後になるんですけれども、まあ、見ている方に最後メッセージといいますか、最後いただけますか。そうですね、でも見てる方に言うとするとバイマはなんかこうすごくキラキラしたこうイメージ僕は持ってたんですよ、うんうんうん、キラキラなんかこうハイブランドキラキラしてるじゃないですか、うん、で、まあ、そこの部分を割と安易に考えてたんですよね。なんかこう無在庫でリスクあんまりなく稼げるよとか、うんうん、まあ、その中で綺麗な世界に入っていけるってなんかすごいいいイメージがあって、安易にこう入っていくじゃないんですけど、うん、入っていく方多いと思うんですけど、それを自分の力だけで、うまく乗り越えようとすると相当難しいですよと。寺井さんのようになんかすごくしっかりくっついて教えてくれる人がいると結果は多分すぐ出るんですけど、自分で考えてやっていこうと思うとかなり難しいので、宣伝してるわけじゃないんですけど本当にバイマ始める方はコンサルティング受けた方がいいと思います。ありがとうございます。もうそうですね、お話ありがとうございます。もう本当コンサルティング興味持っていただいている方にリアルのところ伝わる刺さるお話だったかなと思うんですけども、まあ、本当僕も独学で2ヶ月ぐらいバイマやったりとかした期間とかもあって、もう全然もうなんかゴリ夢中というかもう何も分かんないんですよね。分かんないです ね。それやっぱ手探りでやってそれなんかいろんな情報発信者の情報をかいつまんでみて自分で独学でやってみるけど全然前に進まないで、場合によっても後ろに戻っちゃってるみたいな状況もあった中なので、まあその中で、まあ、そのコンサルティング受けるとなったら、まあ、当然こういったまあ料金っていうのは発生していくんですけれども、それ以上のそのスピード感だったりとか正しいやり方っていうのはレクチャーさせていただけるかなと思いますので、はい、一つの選択肢なのかなっていうところだと思うんですよね。もちろんなんか独学でも稼いじゃいましたっていう人ももしかしたらいるかもしれないですし、一つのソリューションとして考えていただければいいのかなというふうに思いますけどね。でもありがとうございます。お話の方今後の展望というところと最後皆さんに向けてメッセージというところをいただいてありがとうございます。はい、まあ、先ほども申し上げたようにですね、まあ、ちょっと山内さんの今後も個人的に僕気になっているところもありますのでですね、また気軽に、はい、連絡の方いただけたらと思います。僕もこれでなんか寺井さんと離れちゃうと思うと悲しいので、はい、また連絡させてください。はい、もちろんです。はい、動画、撮影の方ありがとうございました。と同時にですね、3ヶ月本当今日で終了ということなのでですね、3ヶ月間お疲れ様でした。本当に、たくさん学んでいただいてでたくさん結果出していただいたと思いますので、これからこれを糧にどんどん頑張っていただいて、はい、嬉しい報告、はい、あと本当にやばいトラブルとかあったらご相談いただけたらと思いますので、ありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いできたらと思います。はい、いや本当にありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。じゃあ失礼します。はい、失礼いたします。